今回ですけどもアリエクスプレスで購入したイヤホンを紹介したいと思います。中国の大手通販サイトでうさんくさいものからまともな商品までいろいろと買うことのできる EC サイト。これはうさんくさいものだと思いますが JBL の Bluetooth ワイヤレスイヤホン、1936円、送料込みと激安です。おそらくですが偽物ではと思います。箱はこんな感じで、まれに見る綺麗な梱包です。ちゃんとしたパッケージで、ビニールでラッピングされてます。もしかして本物？開けてみます。はい、こんな感じ。こちら充電ケースで USB は Type-C ポート、イヤホンをセットすると充電が始まります。ではケースから見ていきます。なんか見る限り偽物っぽい。よく見ると印刷も少しね曲がってるような気がします。イヤホンも同じで若干フォントも変だし、やはりね曲がっています。今まで数々のイヤホンを買ってますが見た目はね一番ダサいかも。取り鉄もついてまして、操作はタッチボタンみたいです。ではね、ペアリングをしてみます。これですね、JBL Live Pro。はい、ペアリング完了。音楽は流せないですが音は出てますね。使えそうです。
で装着してね聞いてみたいと思います。装着感はそこそこいい感じで、操作も分かりにくいですがちゃんと動きますね。ワンクリック、ダブルクリック、トリプルクリックで操作の方ができます。若干説明書と違う気がしますね。はい、こんな感じでいろいろと聞いてみましたが、音質は1000円くらいのイヤホンレベルですね。使えないほど悪くはないですが良い音ではないような気がします。高音の広がりが少なくて低音はスカスカではないですが物足りない感じ、どう見ても JBL ではないですね。やはり私的には物理ボタンがあった方が分かりやすいですね。通話も問題なく使用できました。タッチでリダイヤルをかける機能などもないのでバッチリですね。ケースにしまえば Bluetooth は、ね、自動的にオフになります。今までいろいろと購入していますが、サムスンとかビーツとかボーズとか、まあ、全部ぽいやつですけど、この辺と比べると見た目も質感も音質も若干落ちますね。よく見ると写真となんか違いますよね。ロゴとか全然違う。はい、こんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。